はい、中村翔太です。おはようございます。おはようございますっていうかね、この動画撮ってるの朝なんですよ。今日はすごい朝一でスクールがあるので、まだ、この動画撮ってるのが多分朝の7時半ぐらいなんです。なのでちょっとおはようございますって言っちゃったんですけど、はい、おはようございます。そう、ハワイから帰ってきました。ハワイリトリートでお会いできた皆さん、あとは日本で応援しててくれた皆さん、ありがとうございます。これからもまたいろいろね動いていきたいと思ってます。まあ、ただね、やっぱり今年年内の海外はこれが最後でした。一応またね、年末までにかけて行けるところがあれば、いろんなところ僕自身も旅をしたりとかして移動はしていきたいなと思うんですけど、海外はこれで今年は最後になります。でもね、来年はまたたくさん海外行く予定も、入ってきているので、またいろいろ動いていきたいなというふうに思ってます。で、今日はね、この動画を通して、統合のスタンスっていうのを、統合のスタンスというものの中で今このタイミングでとても大切だなと思っていることがあるので、シェアしていきたいなって思っています。今日は何を話したいかっていうと、これは僕自身の確認でももちろんありますし、そのね、自分の確認をこうやって動画で表現したいなと思ってるんですけど、どこで統合してますかっていう話をしたいなと思ってます。このどこでっていうのは、例えばこう家でとか学校でとか職場でとか、この物理的な場所の話ではないんですね。自分がどこのスタンスで統合してるかっていうところの話なんですよ。で、いろんなところで話してるんですけど、眠ってくってベクトルと目覚めてくってベクトルって本当に真逆なんですよね。外を気にして自分に正直ではない生き方をする眠りの生き方から、それによってね、自分の力のなさとか、いろんなね、こう斬新な体験をできたわけですけれども、目覚めてくってなれば、自分にとっても正直な、自分自身に正直で素直な生き方をこう始めることになりますよね。もうこのね、エネルギー的にもそうだし、生き方的にもそうだし、眠りと目覚めと本当に真逆なんですよ。で、例えばその統合をする、統合のこう、ね、ワークをしていくとかってね、目覚めていくってなった時に、統合のワークはしてるんだけど、生き方が自分に正直ではない生き方をしているっていう、このスタンスで統合のワークをしていくのと、自分に本当に正直な生き方をする、でその時にね、もちろんその周りの人のこととか気になったりとか、でもそれでも自分に正直な生き方をする、そういう外向きな生き方をやめて、自分に正直でまっすぐなあり方をして統合するのか、外向きな生き方、例えば、ね、さっき言ったように周りを気にしてとか、勇気が出ないからやっぱりやりたいことあるけどやらないわとか、あとはこうしたらいいって分かっちゃいるんだけどできないのよねとかっていうのをやりながら統合するのか、これって統合のワークってものをやってても、僕は全然違う流れに入ってくるっていうふうに僕は感じています。なので常にね、統合のワークのねポイントとかね、基本とかいろいろあると思うんです。で、統合のワークっていうのをこういろんな、教えているというか表現してる人って今ね、世の中に何人もいると思います。でもね、僕はそのワークも本当に大事だし、もちろん僕もそれをレクチャーすることもありますけど、そのワークの前に自分自身の生き方が眠りの状態で統合してるのか、目覚めてくって状態にシフトさせて、完全にシフトさせて統合してるのか、ここの確認っていうのをするのが僕は本当に大事だと思うんですよ。これが本当にね、どんなにワークを丁寧にやっていても、この生き方がどっちの波に乗っているのかっていうことが、やっぱり本当に大きなね、ある意味で統合のクオリティというのであれば、やっぱりこれをね、すごい決めると僕は思っています。なので、自分自身がどこで統合しているか、どこのスタンスで統合しているのかっていうのを確認することがすごく大事だと思います。で、私統合できているのか分かんないんです、ワークできているのか分かんないんですっていうふうにシェアしてくれる人も中にはいるんですけれども、いろんなねシチュエーションがあるかもしれないけど、多くの場合はこの生き方がまだ眠りの生き方で統合していると、やっぱりできてるか分かんないなって気持ちになるんじゃないかなと思います。
だからこそ自分に正直な生き方やあり方、もうこれはねずっと言ってきてることですし、もしかしたらねこの動画を見てる皆さんもなんかねこう耳にタコができるってよく言うけどって思うかもしんないけれども、でもそれだけここが大事なんです。このねワークも大事、でもどのベクトルを持ってワーク、統合のワークをしてるか もう僕本当ここが大事だと思うので、だから、ね、自分自身本当に毎日自分の、ね、人にやっぱり表現する以上僕自身もすごく自分の確認をしてるんです、毎日毎日、そして毎春毎春って。でそうなってた時にじゃあどこを確認してるのかって言ったら、ワークのやり方っていうところの確認以上に僕はもうめっちゃ確認してるのは自分のベクトルです。自分が少しでも外向きな意識を持って統合しているいないか、逆にしっかりと自分のことを見て自分に正直なあり方をまっすぐ誰の前でもどんなシチュエーションでもどんな環境の中でも僕はそれをやっているのかな、そのスタンスで生きているのかな、そのスタンスに立った上で統合のワーク必要に応じてやっているのかな、そこをね僕はすっごい大事にしてきましたし今もしてますし、これからも確認するのであればやっぱりそこが重要なポイントだなというふうに僕は感じています。なのでぜひとってもね今日はこの自分が普段大切にしていることを朝っぱらからシェアしたいなというふうにワクワクしたので今日はこの動画を撮りました。ぜひに、ね、自分自身がどういうスタンスから統合しているのか、どういう生き方から統合しているのか、ぜひね自分のこの眠りのベクトル上ではなく誰の前でもどんなシチュエーションでも自分に正直でまっすぐなあり方から統合しているそういう生き方をもう始めているかどうかっていうのを確認してみるっていうことを、はい、朝から話しました。やっぱりそこで、でも自分の気持ちをねまっすぐ表現するなんて勇気がいるしとか恐怖が出るじゃないって気持ちはわかる、それは。でもそれを手放すためにやるんですよね。それを手放していくから目覚めていくんですよね。はい、だからこれは根性とかではなく、根性を持ってやってくださいって言ってるわけではなくて、でも目覚めていくってやっぱり自分がやりたいことのはずだから、でやりたいからやるわけですよね。でやりたいことのをがなんていうのかな、その恐怖が出るんだったらそれを手放していくことで魂レベルで自分がああもう今世目覚めていくってワクワクしてるそこに向かっていくわけなので、これはこの恐怖を手放したら自分のそのね目覚めていくっていう魂レベルでの、まあ、目的チャレンジ願いっていうところが開いていくんじゃんっていう、まあね本当にワクワク感を持って見ていくことが僕は大切だなっていうふうに思っています。そんな感じで自分がどのスタンスどの生き方で統合しているのか目覚めていくというふうに言っているのかやっているのかっていうところの、お話でした。はい、ここはねもうまあもちろんガイドやねハイアーセルフいろんな存在たちがサポートはしてくれるけれども、この生き方を始める、生き方をシフトする、自分に正直な気持ちを言う、行動に起こす、こういうふうなことっていうのは自分自身でできることです。逆に言えば自分自身がやらなければ動いていかないことです。そして自分自身が進んでいくからこそガイドであったりそういうふうな存在のサポートが入ってきます。はい、常に人生の船長は自分なので、船で言ったら船長は自分なので、舵を取ってるのは自分なので、そこはねサポートはありますけどやるのは僕たち一人一人の役割なんですよね。はい、ということでね統合のスタンスっていうところに関わる話を今日はしてみました。じゃあ皆さん今日も楽しんでください。バイバーイ。